それはですね、これはどういう人たちが驚いたかというと、天台以前にも仏教家が南山北寺、南山北寺っていうのはいいですね、中国の時代の、南側に3つの宗派、北側に7つの宗派というふうに仏教がこの大いに割れていた時代、お互いその上論が激しかった。俺が正しいと、お前は間違ってるとか、お前はどうだこうだとかっていうのを盛んにやっていた、これ南山北寺と言いますけども、のほか涅槃宗、それ以外にもだよな、それ以外にも涅槃宗、法相宗、三論宗、華厳宗とたくさんあったと。これ中国でね。で、華厳宗は非常に法華経に近く高い教えでありまして、華厳宗の第4祖の長官という人は元は天台の僧侶だったのですと。それがいつの間にか頭を狂わせて、天台よりも華厳の方が良いと思うと言って華厳宗へ移ってしまったのですと。で、華厳ではあらゆる時事物々を円の理で解釈するから、真理の上から仏の命が備わっておることが分かるとは一応立てますと。これはいいですね。華厳経っていうのは、お釈迦様が悟りを開かれて直ちに三七二十一日間解かれた、悟りをほぼそのまま解いたと言われてるお経典だから、非常にこの高い法華経に近い教えなわけですよ。で、聞いてる人たちがちょうど今日みたいな状況ですね。このあまりにも分からんというのを読み取って、でしゃあんまりにも分からんという顔してるから、で釈尊が その急に阿吽行を解き始めるわけですよ。これやっちゃいけませんよ、ああダメダメ、ご飯の時はね、お汁から先に飲まなきゃいけないとか、そんな話ですよ。箸はこうやっておかなきゃいけないとか、まあまあそんなことを細かく、そうするとみんな、あ、それは分かりやすいと。で、それをずっとやっていけばあなた悟れますよってやったもんだから、あ、そんなんでいいんだったら頑張りますよっつってやりだした。華厳経っていうのはもうまさにこの円の理、まさにこの空海中の三体の話をちょうど今こう話した状況、非常によく分かる気がしますね。で、なのでですよ、一応はこの全てのものに仏性が備わるってことは一応理論的には理解してるんです、華厳宗の人も。でも言ってるけれども、どうしても別教の方便が入っていますので、ここですよ。その円行、中道のことばっかりが悟りだ悟りだと、こう偏った中道観だから、だから理仏性は肯定するけれども、理論的には仏性はあるってことはそれはまあ納得できるけどもと。でも草木などが実際に修行して仏の結果を表すことは絶対にないのだと、行仏性を否定するんだと。まあこれは普通そっちが思いがちですよ。植物が普通にこう生い茂ってて、どうやったら仏道修行できるのかって話でね、石ころがそこに転がってて、こう100万年ずっとそれ、100万年は大げさだけど、最低でもですよ、置かれた石によっては10年や20年100年はそのまんまそこにいるわけじゃん。どうやったらこれがその仏道修行して仏になる？はんな、天台大知ってることはもう絶対おかしいというふうには思った。これが普通だよね、こっちの方が普通だと思うんですよ。行仏性を否定する。で、華厳の長官などの考えであります。華厳、まあ長官はそういうふうな考え方を、しかもこの人はね、すごい政治力があった人で、朝廷、時の権力者にも取り入って大変なこの繁盛したんですよ、当時の、華厳宗はね。で、まあそういう考え、まあこれはね、受け入れやすいですよね。天台大師が言ってるのはちょっとどっか行っちゃってる人っていう感じですよ、そんなプーって感じで。でもここがやっぱり悟りの深さっていうかね、そんな一般的な人が全部理解できるような状態のところに悟りがあったら悟りじゃないですよ、それは。やっぱりわからない。でも、まあ、この華厳の長官は行仏性は否定する。で、それに対して天台が、一色一向中道にあらざることなしと。で、共に色向中道を許すということを示しましたと。だから、物質であるもの、まあ、色の見えるものも、それから香りっていう色の見えないような非情も、全部仏となれるんですよ。仏となる修行もあるんです。そうだよね。仏となれるんですよっていう限りは、仏になる修行をして、するんですよって言ったもんだから、長官は、まあ、耳を、って言って、そして心を驚かしたと。まあ、ある意味、馬鹿にしたってことですね。一つはね、そんなことあるわけねえだろうっていう。そして、勝因で、示したから、みんな枠に共振したのでありますと。そして、勝因仏性、良因仏性、縁因仏性という3つの仏性があることを聞かれたことがあるでしょうがと。これは聞かれたことあるでしょうが。
あるでしょうでない人もいますので、簡単に言いますね。松陰仏性というのはもう仏性そのもの、つまり仏になる正体そのものの体を言うんですね。でその松陰仏性自体は何にもしないんですよ。ただ存在してその仏になるだけのことなの。で縁陰仏性っていうのは縁、まさにその字の通り縁してくるわけですよ。この仏になるための育つ松陰仏性が育っていくためのこの、まあ、全知識をこう取り入れて、そしてその松陰仏性を育てていく、そういう仏性が取り巻いてるんですね。セットになってる。三陰仏性っていうのはこの松陰仏性だけで存在しないわけですよ。必ず松陰仏性がそこに仏になるっていう性には必ずその外の縁を受けてくる縁陰仏性っていうのがいているっていうか、まあ備わっていて、そしてそれをこの両下する、なるほどなるほどと、そういう両、まあ、まさに両下する、両なんでね、両治する、下両するとか、そういう仏性がいつもセットになって、私たちはこの松陰仏性は導かれていくわけですね。縁と量によって、そういうこのそれを三陰仏性って言うんです。でそれで、まあ、聞いたことありますね、もう三陰仏性、はい。でその皆さんも聞いたことがあります三陰仏性で、このうちの松陰仏性は理仏性になります。今申し上げた通りですね。その仏になるっていうその原理原則、その実体そのものだけのことを言うんです。で理仏性になるんですね。ところが良因仏性と縁因仏性は実際の縁を受けながら修行して仏になっていくのですから、三陰仏性を明確に示すのは法華経の義による天台の訪問に限るのでありますと。そういうことですね。だから華厳宗なんかは理仏性だけを説いて、あるいは理解了解して、縁因仏性と良因仏性というものは名のみあって、実際の行動やそういうものは全く信じないし行もないわけですから、天台大師のその、説いたところの、天台大師が解明したところの法華経の修行法以外に、この本当の意味で三陰仏性がこの発現してくる、開花してくるっていう道筋はなかったんであるということですね。そして、で次五問に行きますよ。この一式とは、五式の中にはいずれの色ぞや、小、高、尺、白、黒、まあ、これは今で言えば、まあ、青、黄、赤、白、黒とまあこう呼ぶんですけど、本来はおそらくこれは小、高、尺、白、黒と読むはずです。の五色を一色と尺せりと、一色とは、まあいいね、芸家がおっしゃりますからね。一色とは青とか青い、黄色とか赤とか白とか黒とかのすべての色を統合して一色と尺したのであって、ここでは一応五色とおっしゃってはいるけれども、その他の色もみんなそこに入っているのですと。まあこれは理解しやすいですね。一応色と言ったけども、もう崩壊のすべての色ってことは目に見えるって意味だから、すべての存在のものっていう意味です。でそれを表した言い方であると。そして結局その一つの色の中に、まあ、色というか色というか、まあ、色法物質ですね、その中にあらゆる諸法実相十戒中道のあり方が備わっているということですと。だんだんこうありがたい気持ちになってきたですかなってきましたよ俺は。このティッシュ一つ取ってもここに宇宙崩壊すべてのこの諸法実相十戒五群あ、そうなっているんだと。ありがたいでしょう。こうもう、こうティッシュ様ですよ。もう今日より以降は。こんな、もうペーって、ティッシュはない、ペーって、ペー、ペーみたいな。そうはやるけれども。もうやるけれども、もう時間かかってしょうがないじゃん、いちいち。おーとか言いながら。それはやるけれども、しかし心の法廷に、やはりこういうことを知っとくとね、何か所作振る舞いがね、この変わってくると思うんです。それは当然その式法に対してもそうだし、人間に対する触れ方だとそうじゃないですか。どうしても我々はこう囚われがあり煩悩があるから、どうしてもこのカーッとくるわけですよ。カーッとこない人もいますけども、まあ大概の人はどっかでカーッとくるわけですね。でもやっぱりほら、トンジンチだから怒るってことは、やはりこの仏道修行においては怒りの何とかを捨ててっていうね、成仏をしたいためには万の旗鉾をこの倒して怒りの杖を捨ててっていうのがあるくらいですから、やはりこの怒りを持っちゃうと仏道修行がこの後退してしまうってこともあると思います。
でもこのね、一式一向無比中道でこの全ての、一つの式法の中にあらゆる諸法実相で、ご本尊様ってことですよ。諸法実相って言ったらご本尊様、簡単に言えばね、ご本尊様がこの十戒中道のあり方が備わっている、ご本尊様のこの働きであり、ご本尊様の一文がこの一文であり、全文が全ての式法に備わっているんだということが、本当に腹の底からそう思えるようになりたいですよね。本当そう思えばさ、もうどこ行くんだってありがたくてしょうがないと思うんだよね。もう何するにもありがたい、ありがたい、ありがたい、ありがたいっていう境界にね、なれればありがたいなと思うんです。